に誕生日おめでとうございます、僕と同い年になりましたので、2回目の成人式ということでですね、これから3回目の成人式を、迎えるまでの20年間また一緒に、二人三脚で、やっていきたいと思いますのでよろしくお願いします。ひろこさん誕生日おめでとうございます。いつも本当にお世話になってます。ひろこさんのような、素敵な年上の女性がお手本がいるのは本当に幸せです。これからもよろしくお願いします。おめでとうございます。ひろこさんお誕生日おめでとうございます。ひろこさんと出会ってかれこれ3年になりますかね。この私といつまでも付き合っていただいて本当にありがとうございます。本当にひろこさんに出会えて私は一生の宝を得ました。これからもよろしくお願いします。おめでとうございます。ひろこさんお誕生日おめでとうございます。はい、逆でした、すいません。ちょっと待ってください、これなし。ひろこさんお誕生日おめでとうございます。毎日お店やらルージュやら一緒に入れて本当に嬉しいです。勉強させてもらってます。これからもどうぞよろしくお願いします。素敵な40歳を。ひろこさんお誕生日おめでとうございます。憧れて入ってきたルージュで、ひろこさんについてきてここまでやってこれて本当に、幸せです。いつも楽しく明るくいてくださるひろこさんに私たちいつも救われております。これからも頑張りますのでぜひよろしくお願いいたします。ハッピーバースデー。ひろこさんお誕生日おめでとうございます。2回目の成人式、私もひろこさんみたいにやりたいです。ですね、出会いまして5年経ちまして、本当にひろこさんは本当に素敵な方で尊敬しております。これからもひろこさんのように歌ったり踊ったりみんなをまとめたり引っ張っていったりそんな素敵な大人の女性に私もなりたいと思います。本当に今日はお誕生日おめでとうございます。いっぱい幸せが訪れますように。おめでとうございます。ひろこさん誕生日おめでとうございます。何歳になっても素敵なひろこさん大好きです。これからもよろしくお願いします。ひろこさんお誕生日おめでとうございます。出会っても早4年5年ですかね。これからもついてきます。大好きです。ひろこさんハッピーバースデー、お誕生日おめでとうございます。そうですね、出会って私はまだ3年4年、もうすぐ4年ですかになりますけれども、唐突な出会いでとてもいい意味で魔女だなと思いました。本当に素敵な女性だなと、ね、このさゆりと一緒にお世話になっております。本当にありがとうございます。本当いつも感謝の気持ちでいっぱいです。これからも素敵な魔女でいてください。本当におめでとうございます。ひろこさん誕生日おめでとうございます。これからも素敵なひろこさんについていきますので素敵な誕生日をお過ごしください。ひろこさん誕生日おめでとうございます。私の弟と一緒の誕生日ですね。はい、新春レビューではもう本当にお世話になりました。かなり足を引っ張ってしまった面もあるんですけれども、これからもどんどん成長させていただいて、もっとひろこさんの足を引っ張らないようにむしろ担ぎ上げていくぐらいの勢いで頑張っていきたいと思ってます。これからもついていきますのでよろしくお願いいたします。ひろこさんお誕生日おめでとうございます。いつまでも若々しいひろこさんにすごい憧れてます。これからも素敵なひろこさんでいてください。おめでとうございます。ひろこさんお誕生日おめでとうございます。ひろこさんと出会ったのは私が18歳の時で高校生の時でした。本当にそれからお世話になっていて、ひろこさん
なくては今の私はいないと思っています。これからも綺麗でダンスが素敵でお茶目なひろこさんでいてください。本当におめでとうございます。